藤田医科大学が企画したこのイベントには小学生23人が参加しました。配られたのは牛乳パックです。切り取った牛乳パックを箱型に折り、隙間を少し開けてセロハンテープで留めると、災害時に自分の居場所を知らせることができるホイッスルが出来上がりました。このほかゴミ袋からは雨や寒さから身を守るレインコートが、キッチンペーパーからは避難所での感染対策に役立つマスクができました。自分からでも作れるものは作ってみたいです。マスク作ろうかなと思って、簡単だったから身近なものを作ることによって、防災をより身近に感じてほしい。